はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、情報修正されたキングレオ、そして NV レイン見ていきたいなと思います。レインがやべえ強化をもらいましたんで、まあ、メインをねちょっと後にして先にキングレオを見ていきたいなと思います。まずね、キングレオどこが強化されたかと言いますと、 LB の威力が強化されました。敵全体に10ヒットの物理ダメージ6500の氷属性の LB になっております。でちょっとね、情報修正とは関係ないんだけど、今回のイベントで確実に手に入れることができるスパトラ従属の王、これね僕はかなり重宝してるイメージがありまして、獣キラー、鳥キラー、ブツマ 50% のキラーがつくんですよね。今回のイベントで絶対に獲得できますので、いやぜひね入手していただきたい1個になっております。じゃあそしたらちょっと情報修正に戻っていきましょう。まずはね、魔人110剣で見ていただきたいのが、物理ダメージ3万、そしてステータスバフ80、ステータスデバフ 85% で、え、めっちゃいいじゃんって思ったんですけど、開幕使えない、かつ、まあ、ステータスデバフが後に来るから倍率高いのにちょっと使いにくいなと、せめて逆だったらなという風な印象を、まあ、受けましたね。開幕のデバフ役としてもね、なかなか使いにくい一体になってしまいますので、ちょっとねもったいないなという印象を受けました。そして、支配するもの、これは下2つのアビリティが追加されまして、アビリティ強化、物理アビリティの威力アップを3000、魔法アビリティの威力アップを3000するようなアビリティが追加されました。そしてラスト、2等アタッカー攻めというものが星7覚醒するとついてくるものになっておりますと、ステータスパフ、ステータスパッシブだねと、 LB の威力ダメージアップのパッシブ、そして2等装備可能で、2等装備時にブグアップ 100% になっております。でチェインの極意が 200% になっております。これはね、あの両手のブグでも二刀流でもどっちでもチェインの極意が発動するような形になっております。まあそうだね、使う機会はまあほぼないかなと思います。というのもね、やっぱり複数行動を持たないので、ちょっとね使いづらさが目立ってしまうんじゃないかなと思いました。いやまあじゃあちょっとね、メインのレインを見ていきたいんですけど、いやレインがマジでいい。まあちょっとアビカクの画面から見ていくんだけど、まあ今回のレイン何が情報修正されたかと、このブレイブシフト後とブレイブシフト前のこの回数制限アビリティなんだよね。で、もともとプロミネンスセイバーって攻撃の威力アップとダメージだけだったんだよね。それに今回は火属性のダメージアップが追加されました。でこれをマスタークラウン使ってアビカクしていくと、最後まで強化すると火属性のダメージアップが 55% と驚異の倍率になるんだよね。で攻撃アップも 350% まで上昇すると、いやマジで魅力的すぎる。まあ、マスタークラウンがねまだそこまで配布されてないからここまで強化はできないんだけど、いやめっちゃ良くないですか。でさらに BS 後のアビリティエクストリームブレイドは、もともと火属性のデバフはなかったんだけど、 135% のデバフが追加されました。で 135% は2突した裏の LB 使って初めてできる倍率だったんですけど、アビリティで今回使用することが可能になりました。これもでかいよね。でさらに強化を進めていくと、なんとですね、火属性のダウンが 150% まで上昇すると、破格すぎる。で、さらにクエストの使用回数も1回から2回に情報修正、まあ、情報修正というか、まあ、情報されるような形に、まあ、上昇するような形になってました。いや、マジで魅力的すぎる、これさ。ほんと、レインの表と裏のこのアビリティを最後まで強化できたら、火属性パーティーにおいて、もうほんとね、唯一無二の、まあ、バッファーかつデバッファーに、いやなり得るんじゃないかなと思いまして、いやめちゃくちゃいいなと思いました。いやマスタークラウンが潤沢にあればもうこれ強化一択だなと正直思いました。まあただね、僕もねマダムに1個使っちゃっただけなんですけど、でももともとねやっぱ配られたりとか獲得する機会が非常に少ない。でガチャのね、特にセリスとかカイエンのとこから、まあ運よくねボックスから引ければまあ良かったかなと思うんですけど、なかなかねそこからもまあ運要素が強い、ボックスだったので引けなかったんですけど、いやだからねマスタークラウンのねやっぱ希少性が今高いから、みんなもどれに使ってたら正解なんだろうっていうのがね、あの右往左往してるところだと思うので、いやほんとねもっと配っ
ってほしいなと思いました。そうすればね、もう気兼ねなく使えるんですけど、いやなかなかね、ちょっと使うのにためらってしまうけど、いやこれレインのはね、ちょっと強化したいなと心から思いました。いやそれぐらいいい強化だなと思います。いややっぱいいよね、主人公が強くなるのは僕としては非常にやっぱ嬉しい。やっぱ夫婦のゲームとは言いつつ、まあやっぱ、まあ、別に B がね好きなわけ、いや好きなんだけど、まあやっぱり夫婦のナンバリングの方が好きっちゃ好きだから、まあどうでもいいっちゃいいけど、やっぱりそのゲームの顔がさ弱いとなんかちょっとねっていうのはありますので、やっぱ主人公が強くなるのは非常に嬉しいかなと思いますので、いやーこれはねマスタークラウンあったら本当に強化したい、強化、まあ情報修正というか、覚醒アビリティだったかなと思います。いや皆さんもねぜひ今回のレイン、そして、キングレオについてのコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。